あ、来た来た。うん。MRA。ちょっと前に、ノートレット、まあ、ノート JS が別ですけど、ノートレットっていうツールから、ハードウェアをやる、そのライブラリーをどうやって書こうかなって見たときに、ちょっといくつか調べて、ノート JS からやるなら、まあ、MRA っていうのを使うのがいいかなってちょっと見てたんですね。MRA なんとやっていうと、ご存知な方は多分少ないんですけど、インテルのガリレオとか、エジソンとかっていう、ハードウェアがあったときに、この MRA ってライブラリーが、多分その時に作られたと思うんですけど、ハードウェア IoT をガバーッと束ねたもので、まあデバイスは今なくなっちゃいましたけど、ライブラリーはこれ粛々と、いろんなハードに対応するように拡張されてます。はい、ああはあ、で、これ C++ なんですけど、なんて言ってたかな、なんとかっていうこうツールとバインドしてて、そのいろんな言語から呼べる、プロキシーが自動生成されるっていう。自動生成、はあ、はい。よくわかる。C++ なんですけど、なんて言ったかな、名前をどう忘れしてますね。ビルドのオプションとかで、もう忘れました。で、その、ここには C シャープはないんですけど、そのプロキシを生成するそのツールが C シャープとして対応してるんですね。ああああ、なので、ドットネット、ドットネットコア向けの新たなライブラリだと API を覚えなきゃいけないけれども、こっちを使えるようにすれば、幸せなんじゃないかなと、ちょっとちらちらと思ってた時があります。なるほどね。でも、マイナーですね、これ。そうですね、初めて聞きました。何だったかな、あ、ここにあるかな、確か。スイグ、そうです、そうです。スイグっていうツールで、そう、その API のラッパーを、プロキシを作るっていう。そっちが気になるな。で、これで、その、この時は Node.js だったんで、JS から呼べる API を作るんですけど、その Node.js のバージョンによってですね、そのインタロップのところがだいぶ違っているみたいで、なかなか苦労するという経験をしたんですけどね。そこの数はどうしよう。ちなみに画面はそっちが出てますね、今。ああ、はい。はい。水牛見てます？ああ、水牛ですね。どの辺を狙ってんか、いまいちよくわからんけど。興味湧いちゃいました。まあ、C シャープありますね。ああ、ありますね。なるほどね。わかったが、そんなこと可能なのかみたいな。あ、可能ってのは可能なんだろうけど、なんか実用レベルで可能なのかってちょっと、ね。その関数の前に多分コメントみたいなやつで、入れ込むと思うんですね。ああ。万能ではないと思うんですよ。なるほどね。多分、ちょっとあんま詳しく知らないので、ぜひ掘ってみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ちょっとあれですね、いいですね。なんか今更かもしれないですけど、Windows。そう、そう、なんかこれの今更感があるところだけが残念なんですよ。そうでなければなんか一応普通に使えるので、なんかああこれはって思うんだけど、 Windows フォームだしなっていうところが一点なんですけど、そうなんか今更って言ったのは多分その松井さんはあんまり興味ないんだろうなと思って。どういうこと？あ、なんだろう、その新しい、アーキテクチャではない。ああ。僕的にはこれ結構な人が幸せになるんじゃないかと思うので。
ああ、そうそう、その辺の感覚は、なんか僕はなんかそういう人はいるだろうとは思ってたけど、どのぐらいかは分からなくて、なんか結構いるんだったら、それはなんか結構いい話だなとは思いますよ。うん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 、だってさ、正直言って WPF 覚えるの大変でしょ。その先のなんかものすごく新しめのやつなんてついていくのも大変でしょみたいなことを考えると、まあ、今なんかそれでなんか自分が思ってるアプリ作れるっていうんだったら、なんか Windows フォーム使えるっていうんだったらいいんじゃないかなとちょっと思ったりはするんですよね。それいや僕マルチプラットフォームが先に立ってるので、うん、マルチプラットフォームやりたいって言った時にどれ使うか、うんで、さっきちょっと紹介してもらったものとか、うんうん、で、本当に継続して使えるのとかっていう紹介があったりとか、を考えると、今、聞いたもののやり方は、ありだなと思った、うんうん。そう。だからね、まあ、あるいは。まずはこれでやっといて、で、多分時間が経てば、あの、うん、WPF、まあ、XAML の形式で、安心して使えるものがきっとこの先出てくるであろうか、うん、それまでは、うん、はい、このやり方でもいいんじゃないかな、なんか思うに、なんかすごい凝ってて隙のない UI を作りたいってい いう要求があるんだと、その XAML が使えた方がいいって思うかもしれないけど、なんかこのなんか Windows Phone がなんか普通にサクッとこう物で動くところを目の当たりにした時に思ったのが、GTK シャープとか覚えるのもありなんじゃないかとかちょっと思ったりもした。ね、そこはね、そこはまあ、そうね。だって多分ね、ザムより簡単だと思うんですよ、今となっては。なんだろう、覚えなきゃいけないっていう。あ、いや、まあまあまあ、いや、もちろんそうなんだけど、でも覚えなきゃなんないの、そのレベル感が全然違うじゃないですか。WPF めちゃめちゃ覚えなきゃいけない。でも、いや、あとウィーボームでいいじゃんっていう。いやね、まあまあ、いや、それは分かってるんだけど、それは分かってるんだけど、まあ、そうね。そうそう、今ね、そう、もうちょっと途中でちらっと言ったら、今、WPF でアプリ作ってるっていう話をちらっとしたと思うんですけど、うん、ですね、それを、うんうん、ステマじゃないですよ。見なくていいんですけど、ああリポジトリなんですけど、ほう、これ、見えますかね。これなんですけど、アミーだ。名前からなんとなく何をやるものか。はいはいはい。なるほど。アゼルシアのデバイス管理って、あのコマンドラインで叩くんですね。はい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 。ああ、そうですね。最近、うん、あのサーバーに REST API がついたんです。はいはい。アゼルシア のセキュリティサービスっていうサーバーの際、うん、はい、はいはい。でも、UI がなくて、うん、で、UI をまあ非常に待ってるわけですけど、うんうん、もう一つ作ったのかと思ってこれ作っていく。はいはいはい、なるほどね。で、作るにあたって、うん、まあそのマルチプラットフォームにしたいなと思って、はい、最初ベースコードのプラグインでやろうとしたんです、エクステンションで。そうしたらですね、ちょっと時代に対して早すぎたみたいで、認証の API がまだちょっとですね、JS に対応してなくてですね。はいはい。で、これ話すぎた。で、どうしたの？それは何？ドットネットのアセンブリはあるっていう話なんですか？あります。あ、そうなんですか。Azure ですからね。はい。ああ、いや、なんか JS の方が先かと思っていたけど。まあ、なるほど。ま、そうなの。うん、っていう事情があって、うん、どうしようかなと思って、まあ、まあ、何かやらないことには進まないなと思って、ちょっと WPF で作り始めたんです。はいはいはい、なるほど、ね。これゴールじゃなくて、うん、マルチプラットフォームにしたいなと思って。うん、まあそうっすよね。で、あれ、Windows フォームでやればよかったかなと思って。まあ、それだったらバロニアを勧めるけど、でも Windows フォームでもありはありかなと思いますよ。いや、全然ありだと思います。うん、これまあ何しろね、ラズパイ1で動くのでね。いや、ラズパイでちょっとスフィアの開発は。まあ、いや、ネタです、ネタ。一応、ね、Linux と、うん、Windows では開発できます。はい、まあ、では残念ながらできます。うん、そうですね。どうしようかな。まあ、ちょっとどっかで乗り換えてもいいかなと思いますけど。うん、
なるほど。これをイライラしながらやってます。WPF あんまりよくわからないね。はいはい。まあ、あとはあれですね。マウイがどうなるのか。でも、なんか大体形が見えるのが1年後だって話だから、まあ、まだまだ先かな。今すぐどうこうっていうのはちょっと難しいですね。まあ、それ待ってる間に多分、うん、あれですね、MS がウェブページとか作ってくるんじゃないですか。いやわかんない。わかんない。もうね、なんかわかんない。もうわかんないです。とりあえず今日はいい話が聞けました。あ、そうですか。松井さんが WPF やってるって聞いたんで、困ったら。まあ、ヒーヒー言いながらやってますよ。まあ、お仕事なんでしょうがないです。はい。そうですね。はい、今日はこんなところですかね、はい、そうですね、はい、まあなんか前半すごい話は長くなったけど面白い話がなんかあれじゃないですか、結果的に同じところに落ちてる感じがつながってた感じがする多分ね、みんなね、ツイッター界隈で僕のツイートをみんな見てる人はね、僕のことをかなり勘違いしてると思うめっちゃ尖ってて、もう めっちゃ先のことしか見てなくって、なんか後ろのやつらみんな死ねみたいな、そういう風な人だって思ってるような気がする。通常の言語喋らない人で、まあ、あれですか、IL2C を、はい、だいぶ煮詰まってた時は、はいはい、喫茶店行っても会話がおかしいみたいな。いやーまあね、寝ても覚めてもというかね、あれ、まあ難しいんですそう、記憶から消しちゃうと、もう再度それについて考え直すのが大変なので、なのでずっと頭の中にほじり続けている結果、ああいうふうになってしまうみたいな感じになっちゃう。そうですね、松井さんの本一冊目借りっぱなしなので、またどっかで。なんかありましたっけ、もう忘れてるけど、僕は。借りっぱなしなので、買ったやつじゃないっていう。ああ、そうですか。わかりました。どうでもいいですけど。わかりました。もうすっかり忘れてる。じゃあまた、はい、あれですかね、こうやってリモートでできることが分かったので。はい。あ、そうですね。はい。いや、編集はこれからなんだけど。編集ってあれですけど、頭と後ろ切るだけかな。いやー、もうなんかちゃんとその MP4 を受け取って、ちゃんとエディターにかけて、どうなるかとかいうのが見えるところまでいかないことには、なんか、できたとは言い切れないな、みたいな感じ。録音し忘れてました。一番怖いのは、なんか MP4 って書いてあるのに開けないみたいなね。なんか恐ろしいパターンがあったりするので、一応ね、編集ソフトなんてかな、なんかでは開けて編集できますね。あ、そうですか。期待してます。じゃあ、また次回。はい、あ、そうですね。なんかネタができたら、なんかやりましょうかね。小さい規模。そうですね。レコード終わったタイミングとかですかね。ああ、で、レコードエントリーしました？それとひょっとして喋るの？ちょっとだけ喋ります。あ、そうなんですか。はい。アジュルスフィアのセッションが一つあって、で、それの、デモ。でも、またやんの、デモ。まあ、でも今度は、あ、でもあれ？リアルタイム？あ、一応今回オンラインイベントなので、はい、録画された形での配信ですね。え、オンラインイベントだから録画？ああ、まあまあ、要するに録画で出すってことね。あ、どうなんでしょうね。なんかちゃんと発表はされてないですよね、確かね。なので、どこまで行っていいかわからないところですけど。ああ、そういうことね。ああ、うん、了解です。別に話さなくていいです。あ、なるほど。まあ、まあ、なんかあれだよね。録画発表だったら気が楽でいいよね。
オンラインでさ、なんか、こうやって、あ、じゃない、今回違うけど、ライブで失敗した場合って、聴衆がものすごくたくさんいるところも怖いけどさ、何のフィードバックも返ってこないライブイベントもまた怖いよ、多分。ですね、この間、初めてやったんですよ、オンラインライブって。はい、ドットネットラボかな。はいはいはい。はい、ああ、なんか、うん、そういや、なんか喋ったらしいね。うん、そう、まあ、なんかね、あの、モチベーションがね、うん、っていうかね、あの、こう、精神力が強くないとね、はい、喋り続けられないですね。ちなみに、それって、Teams でやったの ?Teams の、ライブイベント。ああ、皆さん、なんか、ツイッターじゃないよ、なんか、チャットでいいから、なんか書いてください、お願いします。本当に喋りにくいんで。ライブイベントは1分ぐらい遅延があるんですよ、配信まで。はいはい。だから、ちょっと遅れね。うん。そうだ。で、あと、その時にあの大変だなと思ったのが、いや運営の方の、に集中してから配信されるので、はいはい、ネット切れたら死亡じゃないですか。あそうっすね。怖いな。こういう今これチームスの会議で録音してますけど、チームスの会議だと別に一人切れても一人切れたらいいぐらいですけど、うん、会議は会議で人数上限があるんで、うん、まあ当然、はいはい、なかなか難しいですよね。うん、そうですね。はあ、まあでもできればあのフェイス2フェイスにできるようにちょっとね、うん、安心してやれるようになっていいなと思う。そうですね。なんかいつになったらできるのかな。1年ぐらいかかるんかな。うん、まあ、喋りの出来は悪いかもしれないですけど、うん、あのそれはね、ライブだから。まあ、理解していただけるというところもあるじゃないですか。うん、まあまあ、そうですね。600もね、やらなきゃいけないですね、これね。そうだね。タイミングいつもう。ドットネットコンフがあるかもしれないですね。そうだから結局10月になるともうそれなので、もう時期変えた方がいいかなとは思ってるんですよね。いつもドットネットコンフなんで。いやでもちょっと僕はあんまり600に値する内容持ってないから。え、何言ってんですか。喋れないことを喋ればいいんですよみたいな。喋れないことは喋れないです。そうか、テキストにしなきゃいけないですね。残念だ。まあそうですね。なんかいつやるとか全くまだ何も考えてないですけど、まあなんかやれるといいなみたいなのは思いますね。うん、とりあえずのレコード終わったぐらいですかね。まあ少なくともレコード終わってから。うん、はい。あとゲスト呼びましょうかね。あ、ゲストね。ゲスト誰がいいやろね。誰がいいやろって。あれだけど。NSMVP になりたいっていう方はぜひ。まあ、そっちはあれじゃないですか。なんかそっちはあのスフィアが山のようにあるので、全然ネタとしては困ってない。はまだこれからじゃないですかね。まあデバイスが出てこんことにはなんとも。で今度その Azure Arts っていうのが一応発表されて、はいはいはい、もう GitHub でソース公開されてますけど、はいはい、それは別にスフィアに限らないので、ああはあ、はあ、アイコン使ったもの、例えば STM とか。あ、でもそうなんですか。なんかあれってリブランディングだと思ってました、あのスフィアの。ああ、じゃないですね。ま、ああ、じゃないんだ。あのなので、マイコンで、今、Azure IoT につながるよっていう、あるんですね。あ、そういうことか。あ、で、なるほど。スフィアの Cortex-M4 でも動きますっていう。うん、うん、うん。ああ、なるほど。そこ動かないけど辛いでね。うん、いや、まあね。え、それって何、ベースにしたアルトスあるの？一から作る？ああ、ですね、スレッド X です。あ、スレッド X か。スレッド X を買収して、スレッド X をリブランディングです。うん、え、それってスフィアもそうなんじゃないの？スフィアは違います。スフィアは Linux カーネルなんで。あ、そうか、そうだよな。あ、そうか。ああ、そうなんだ。
あれ俺スレテックスっていつ聞いたんだろうな。なんかだいぶ前にも聞いたよね。買収したって話だけか、結局。1年ぐらい前じゃないですか、買収。それ以来、じゃあずっと水面下で動いてたってことなんだ。まあ全然発表なくて、今回、ビルドで発表になってましたね。はい、もうソース公開されてるので見れますけどね。ちょっとライセンシーがあるので、開発は無償ですけど、商用は有料になるので。そうなのそうなのか。もしくはチップメーカーがなんか、買ってる場合もありますね。スレデックスは昔だとルネとか、ルネが昔って言うんじゃなくて、スレデックスもルネが買ってて、ルネのチップで動かすのは、確か無償でできたような気がします。なるほどね。でも今、フリーアルトス多いですからね。そうそう。そうなんですよね。まあなんか、あの規模だと別にフリーアルトスでいいんじゃないかって気はするけどな。まあどうなんかわからんけど、使い込んでないから。まあ一応、その、お仕事領域ではあるんですけど、まあ結局 IoT がきっかけでいろんな人に使ってもらうじゃないですか。その通常のマイコンやってた人以外に。で、インターネットにつながる、マイコンの、カーネルというか OS が何がいいかっていうのは僕自身もまだ答えが出てないすごく難しいなと。難しいねそれね。で個人的にはその通常の組み込みマイコン OS、RTOS とか、でインターネットつながるとインターネットつながるそのネットワークスタックの出来がだけ悪い。で、スフィアみたいにその Linux カーネル持ち込むとか Linux が動くチップあるじゃないですか、7Pi とかね、だとネットワークめっちゃ安定してるじゃないですか。当然枯れたという皆さんの英知が入ったものだ、まあ一方で、電気来るとか、そうで、そこのギャップを見る中のスフィアのみたいなアーキテクチャだと思うんですけど、それは Linux のカーネルをシュリンクしているので、果たしてそれはどうなのかっていう。でもさ、なんか例えばだけど、今の文脈でいくなら、例えばフリーアルトス、何向けかは別としてフリーアルトスのその TCPIP スタックが、なんか、マシになればマシって話になるのっていう話で。ですね、僕の感覚はまず、そうですね、今の話の中での、分かるので思ってるのは、フリーアルトスとか、スレデックスとか、何でもいいんですけど、まずネットワーク系の安定確実に動かなきゃいけない。で、もう一個思ってるのが、これちょっと言いそびれたんですけど、ネットワーク系のコアと、別処理は、これを分けないとちょっと難しいと思ってます。どっちを優先したいかってケースバイケースだと思ってて、ワンコアでやるとネットワークにガーンって負荷来たときに。ワンコアはね、それはそうだね。そうですよね。ってなると、対象の通コアって言ってもバランシングなので、って考えると、やっぱりその、ソフトウェア分離したアーキテクチャじゃないと、片方はネットワーク専用で、もう片方は、ハードウェア処理系みたいな。それなぁ。ってなると、スフィアとか、NXP が出してるような、XA とコーテックス A が混在してるようなやつとか、が、なんか世の中の流れ的には、確かにそうだよね。なんかコア分離す、異種コア分離になると、要するに SMP でないコアだと、あれなんですよね、なんか OS が専用になっちゃうっていうのがネックだと。実際通信がね、発生しちゃうからね。そう。で、そうすると、なんか、じゃあ Linux の枯れた、なんか、そのプロトコルスタックとか、そういうのを移植するとかいう道も断たれてしまうし。コア間通信は、ちょっとあんま詳しくないですけど、
NXP のとかは、確か Linux の API でメッセージングみたいなやつがあるんですよ。ああ、はい。なので、割といいんじゃないのと思ってるんですけど、スフィアはセキュリティで、まあ、独自だね。そこがね、どっちの路線がいいのかってちょっとわからないところ。でもその今みたいなその2コア、うん、もしくは3コアみたいなのは、うん、なんか増えそうな雰囲気はありますよね。多分コストとかもうだんだん上がってきたんだろうな。そうね、うん。まあ個人的にはやっぱり面白さという点で ESP32 に頑張ってほしいんだけどな。いや分かってんだけど分かってんだけどさまあね、いやあれなんかあのハードウェアの表から見える仕様としてはいい線ついてると思ってるんだけど、あかんせん実装されているライブラリとかその辺とかいろいろ惜しいなって、もうあとちょっとなのに残念なのに残念なみたいなのはちょっと思うね。だからね、まあ ARM じゃないからね、どうしてもその辺のエコシステム使えないですよね。そうそうそう、あそれはなんかいっそのことなんか振り切れてエスプレッシフは次からリスク V で作りますとか言い始めると、なんかさらに騒ぎ出す人たちが現れていい感じになるんじゃないかって、もう外野の立場から勝手なこと言ってるけどそれってエスプレッシーである必要ないですよまあね、まあそうなんだけどさまあリスク V になったからいいってわけでもないんだけど、あの辺の質の話はまた別のあれだと思うんで、なんかいい人雇ったらっていうそれだけなんだけど、なんか、惜しいな、どれを選んでもね、なんか微妙なんだよね、難しいね。僕はネットワーク系結構気にしてるんですけど、松さんはなんかどの辺が気になって微妙と感じてるんですか？なんか多すぎて難しいよな。なんかあのまあ、今考えるとそのコア数は1種コアか SMP かは別として、まあ2コアは必要だろうとは思うけど最低限、と思うんだけど、まあそのなんていうかやっぱりねハードメーカー作りっぱなしっていう世界が多すぎるなとは思っていて率直に、あの要するにいらないとねあのハードウェア作ったってさ、結局ソフトウェア作らなきゃいけないわけで、そのソフトウェアが今、まあ、例えばその ESP の話で言うならなんかガタガタだよねっていう話なんだけど、なんかそういうところが残念だなって思うのは微妙やな、まあ、もうちょっと多分だけどあのなんか最近のそのあのまあ、C++ とか C とか そのモダンなその開発とかが分かってる凄腕のエンジニアの人が入るとだいぶ違うんじゃないかなって思っているんだけど、なんか僕から見てるとそれはあの中の事情なんて、そのなんていうの、仕事の現場を見てるわけじゃないから想像でしかないんだ、妄想でしかないんだけど、まあなんとなくそのもちろんその IoT というかエンベデッドの世界のことではもう熟知してるそのエンジニアが当然いるんだろうけど、なんかその上のレベルのところはもう正直ってなんか、ああこれ貧弱な人が設計したのはもう見ればすぐ分かるわみたいな感じののが散見されるので、そういう意味でなんか上から下まで分かる人が本当はいい人が入ってそういうところの設計をしてくれるのが一番いいなとは思ってるね、で、思うに、なんか、その自覚もないかな。だって、なんか、結構言われてるじゃないですか。なんか、コミュニティとかでも、ちょくちょくなんか見たりするんだけど、なんか、この設計はクソだとか、なんか、いろんな話とか、たびたび目にして、もう何年も経ってる気がする。少なくとも2年は、そういうの見て、何度か見てるので、それなんかその間になんか改善されてないってことは、そもそも自分たちがそういう問題を抱えてるっていうことの自覚もないんだろうなっていういいアドバイスがあります。いいアドバイスがあります
まあ、凄腕の人を雇ってください。松井さんが雇えばいいんですよ。これが凄腕だ。僕だってティスター使えないの。大丈夫、ソフトだけだから。まあこんなこと言ってるけど、外野の話、外野が見て勝手に言ってる話で、実際のところはそれすごい重要というか、すごい貴重なエンジニアだと思っていて、そういうことができる人ってその上から下まで分かって、実際じゃあ下のことをやらせれば、なんか何プロトコルアナライザーはもちろんのこと、そのオシロだってなんかもうテスターは笑い話だけど、そういうのもちゃんと使いこなせて、設計もハードウェア設計ももちろんできて、まあ実際に作れないかもしれないけど、チップレベルのそのなんかASIC に対応するそのベリログのソースコードも、まあなんか本とか見ながら、まあ書けなくはないみたいな人がだよ、人が最近のモダンななんか C とか C++ とかで、じゃあどうやってなんか継続ビルドして継続リリースできるかみたいな、すごい上のレベルのことまで理解して、ちゃんと使いこなせて、そういう環境も整備して実現できるっていう、そういうね、凄腕エンジニアはね、まあそうそういないので、難しいっていうのはもちろん分かってるんだけど、なんかでも2年間探してもいないのかみたいな、なんかもっと外野から見てると、なんかそういうのは思ったりするよね、なんかそういういないんかよ人みたいな、いるとこにはいるけどね、見てるとね、いるとこにはいるけど、もっと大きいところに行ってるんでしょうね。ああ、まあね、なんかそういう人たちはもうがっつりそういう雇ってる企業はそういうこと分かっているので、理解しているので、もう話さないよね、そんな貴重な人なかなか話さない。まあそういうことは思ったりするかな。うん、まあ結局少人数ですからね。まあそうね、前にあんまり人数増やしてもね、開発効率上がらんしね。前にね、坂村先生が言ってたの、うん、その組み込みね、この先生組み込みなんで、組み込みはもうなんかすごくごく少数で特殊な人がやって、うん、で次バックエンド でフロントがもう大多数っていう、うん、あ多分変わらないだろうなと思います、ね、なんかバリバリできなくてもいいけど、なんか上の方のなんかいろんな出来事、その技術的な出来事とか知ってるだけでもだいぶ違うのになっては思うんだよね。僕がそうだな、一番思うのはあれかな、なんかエンベデッド業界のそのライブラリの出来だとか、その OS の出来だとかで思うのは、まあとりあえず CI/CD はできるようになったらっていうのはちょっと思う。うん、まあできる、まあ理解するぐらいでいいわ、できるまでいかんでもいいけど、理解しとくのはすごい重要で、あれね、理解、そもそも CI/CD するためには何が障害になるのかってことを理解してないと、ああいう風になるなっては思うんだ、うん、次回は CI/CD ですね。いや、僕そこ専門じゃないからあまり語れることないのに、僕が語り始めるとね、刺しに来る人がいるから怖いんですよ。僕はそこ専門じゃないので、やれと言われればできるけど、専門じゃないので。読めばいいんじゃないですか。え？まあ、あれ？亀山さんじゃないですか。じゃあ、終わったっていうのをなんかやっといたから。ああ、じゃあやってきますか。ああ、はい。それだけ。じゃあ、また。はい、じゃあ、はい、はい、終わります。また次回。はい、いきなり編集でおかしくなる。まあいいよ。はい。